コーラさん、イビタモンシ、最高の思い出でした。今日ありがとう。こちらこそ。ありがとう。気をつけて帰ってね。今日帰るのかな、泊まるのかな。ね。気をつけて帰ってね。ありがとうございました。ありがとうございます。わっしょわっしょい。ありがとうございます。あ、私が楽器吹いたから、楽器のクマちゃんなのかな。かわいい。ありがとうございます、コーラさん。ありがとう。ね、あの会場後ろの方でもすごくこっちからは見やすいんだけど、みんなから見たらどう？全然後ろの方でもね、なんか誰がいるかそう分かる。特に花見て来た時とかも全体見渡せちゃうからね。はあ、雪だったよ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私もあのタオルもらいたかったな。あの赤いタオルって売ってたの？売ってはない？売ってない？売ってないか。持ってる人見なかったなってことは売ってないのか。あ、非売品なのか、そもそもあのタオルって。そうなのか。ありがとう、教えてくれ。こんばんは、こんばんは。あ、去年は買ったよ。なるほどね、去年は普通にあった。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ねむねむにゃんこですね。みんなもねむねむにゃんこじゃない？こんばんは。みりんが11時をお知らせします。こんばんは。ということで今日はカラーズありがとうございました。初めて2公演でした、昼夜。はい、ということでツイートをします。私ツイートをします、見てね。ツイートるよ、ツイッター、あ、X に
X に集合。はい、それではいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、どこした、リツイート、あ、リポステッド、リポステッドバイ、なまはげ、ブーフー、わたる、のぎひなぐ、コージラッキーセブン、ピータロー、かつや、カープップ、はるまき、8月、こたろう、コペンナ、みつきまカレーパン、コーラ、いそけん、あつし、ヒーロー、アルタイル、リュウジ、ミエスク、いいね。G35、ケン、てつや、リング、テンパ、コニョ、かつ、ゆでりんご、など、ジョジョ69、アヨン、トモコイ、ヒーヤ、タケン、ジョージーン、ありがとうございます。ありがとう、ツイートしたよ。そう、これだけを見ると分かるんですけど、昼と夜とで少し髪型が違います。あとメールがね、あの、いろいろと止まりましたなんか、すみません、あの、送ったんですけど送られなかったんですよ。すみません、大変申し訳ございません。これは私のミス。そう、送ってたんだけど、ちょっとなんか、そう、カクカクシカジカが、カクカクシカジカで、あ、なんかすっごい悪口書いてとかじゃないよなんか、あの、そう、なんかカラーズ大文字なんだけど小文字で書いちゃってて、そう、ちゃんと書いてねーっていうので、そう、一旦帰ってきました、私のところに。ごめんね。そうそう、全然やめ、超やみまくってってとかじゃないから安心してね。そう、私のただのうっかり店で泊まっただけなんで、はい、です。あ、そしてインスタのストーリーにもなんかあげるんだよね。時刻中を先取って胸の中で繋いでいって、それはない、リンクじゃなくってメンションで、なんかそう、タグ付けはこれだよみたいな、
インスタストーリーにあげました。そう、今日はサックスを吹きました。イエイ。そうなんです、楽しかった。そう、その最初のところはインスタライブでもあったみたいで、どっちでも聞いてくれた方ありがとうございました。そう、久々に吹いた。あ、初めて来ました。感動。ありがとう、そんなこと言ってくれて。ねえ、またご縁がありますように。ねできるって楽しい、楽しいね。ダニアサックスとモデルで、わははは。そうだね、またご縁がありますようにですね。ね。楽しかった。カラーズありがとうございました。私的には全編英語の曲を2曲歌ったんですけど、頑張ってました。頑張ってました。めっちゃ練習した。そう。あ、ゴーセブンさん、ありがとうございます。ギター弾いてる、かわいい。ありがとうございます、ゴーセブンさん、どうもありがとうございます。わっしょわっしょい、ありがとうございます。いえ、ありがとう。ゴーセブンさんもありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。かわいい、くまちゃん2人になってかわいい、バンドできるね。ありがとうございます。そう、
とはこれはちょっと待ってね。そう、普段歌わないような曲をねいっぱいやりましたよね。おお、雪丸だよ。なんでこれやりたいんだろう。ちょっと待ってね。あ、なんか不思議。うわ、やだな。やだな。わっ、クマ、イエーイ。わー、ありがとうございます。西宮のヨネさん、ダブルタワー、ありがとうございます。フェスの主役、フェスの主役ギフトなの。ありがとうございます。ダブルタワー、ありがとうございます。西宮のヨネさん、ありがとうございます。かわいい、バンド組めたね。バンド組めましたね。ありがとうございます。かわいい。くましょい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 、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ね、みんな今日私に会えて嬉しかったよね。今日楽しすぎたので。ありがとう。そうだよね、私もね、みんなに会えて嬉しかったよ。すっごい楽しかった。ね、何気にみんな会うのちょっと久々じゃない。あのツアーを除いて、ツアーのを除いて、あのキャパで会うのって久々じゃない？ね、すごい楽しかった。すごく幸せな時間でしたね。本当になんかどの席も近くって楽しかった。ペンライトも見えましたよ、どこにいても。ありがとう、楽しかったね。最後とかもクレイさんが卒業するよねってね、話振ってくださったりして、すごいありがたかったです。そう、ありがたかったですね。そう、夏の広しクレイさん優しすぎるね、本当にお優しすぎますね。クレイさんの人柄もあるよね。
こういう素敵なフェスイベントができてるのって、そう、なんかねえ、そうねえ、すごくいい雰囲気のライブやった。え、もうめっちゃ盛り上がったよね、みんなみんな。あのね、でも今日多分昼夜で来てる人がほとんどなんじゃない？みんなさ、だいたい昼も夜もいたよね。席違うけど、なんかメンツ全然変わってないのに夜の盛り上がりすごかったね。そう、あ、夜だけ参戦しました。あ、夜だけ組もそっか、一定数いるか。あ、昼で慣れたのよ。まあ確かに、そう、やっぱり生バンドってなんかどこまでイエイエイウォーをしていいのかわかんないもんね。そう、だからみんなお昼とかは割とちゃんと聞いてくれてたりとかもね、したり、盛り上がってなかったわけじゃないんだよね。そう、盛り上がってはいたんだけど、そう、なんか、そう、昼夜、夜だけいた方はね、昼の時にクレイさんがなんかこのコールいいねみたいな言ってくださって、なんかそれ、そう、それいいねみたいな感じで言ってくださって、多分みんなもあの、あ、コールしていいんだってなんかわかんないよね、コールしていいのかわかんないよね、いつもとなんか違うバージョンだったね。うんうん、そうそうそう、ね、そうだからすごいめちゃくちゃみんな声で出てよかったです、楽しかった。みんながアイドルの曲だけじゃなくって、あのコロージョンとかなんかいろんな盛り上げ曲で盛り上がってて可愛かった、可愛かった、楽しかった。そう、イエーイ、イエーイ、イエーイ、明日声出ないよ本当に楽しかった。そう、いろんなアーティストさんの曲をカバーしました。それは全員でじゃなくってなんか2人で歌ってる曲もあれば6人ぐらいでだったり4人でだったり3人でだったり、そう、あとオーシャンズの方も歌ってたりとか、うん、全員で歌ったり、そう、新曲がありまして、実はこのライブのためだけにクレイさんが作ってくださったソフトクリームっていう曲があって、そう、これは今のところ昼、今日の昼と夜しかやってない曲なんですけど、あの、そう、ええじゃろ？ええじゃろ？あ、なんて言ってるか分かった？ああ、そう、え、グリーン。あ、で、で、じゃけー。そう。なんか、じゃけーとか、ええじゃろーとか、広島弁も入ってる。あ、振りが可愛かった。そう。ちょっとだけね、振りが、本当にちょっとあるんだよね。こんな。ね、あとは、あの、ラップんとこ、かっこよいよね。モーション、スローモーション、頭の中でプレッション、
のラップがね、そう高かった。あずみんとみちゅんが途中でラップしてるんだけどね、かっこよいのよかっこよくって、で途中でクレイさんもおっしゃってたから、なんかみんな来てた人は知ってるんだけど、その作った曲はみんながそれぞれなんか歌ったやつを聞いて、そっから歌割りを作ってくださってるのよ。いつもの例えば CD を出しますってなった時の歌割りだったりはもう歌割りが決まってるからそこしか取んないんだけど、そうこれはそうなんかとか歌割りっても最初から決まってたりするんだけど、これはその私たちが歌ったのを一回聞かれて、そっからなんかじゃあここ歌ってみたいな感じで、そうだから自分の歌割りを覚えるのもちょっと大変だったな、結構不規則でなんかあったりしたから、そう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 、そうなの、一回全部歌ったんだよね。ねえ、そう、ね、楽しかったね。あとはあ、そう英語の曲を2曲やったんだけどあ、もうねあのヘアメイクさんに言ってたんだけど、どっちもねミチュがいたのよ。ミチュがすごくって、もうすごかったね、めっちゃかっこよかったよね。なんでそんな英語で歌えるんっていう、自分の歌ですぐらいで歌ってて、そうなんかそれはミチュのソロの部分もあるし、ミチュと一緒に私が歌う部分もあったんだけど、なんかミチュにねいっぱい教えてもらった、一緒にいっぱい歌ったここ一緒に歌おうせーのってそう、ユミ歌詞読むの一生懸命だった、そうそうでも頑張ってたよね頑張ってた、頑張った、もう最初無理だと思った、いいんだよね、そうやっぱりなんかミチュって本当にすごいよねっていうのをねメイクさんとずっと話してた。なんかこんなに多分もともとできるのもあるんだけど、できなかったらミチュはできるまでいるじゃないですか。まあそれが普通って言われたら普通なのかもしれないけど、それをなんかそれをちゃんとミチが多分普通って思ってるんだろうね、本当にね。そうなんかもともとめちゃくちゃいろんなことが器用なのに、さらにそう自分がじゃあ一個できなかったことができるまでそう頑張るから結局全部できちゃうんだよね。でもそれはそうもちろん才能だけじゃなくてね、努力もしかりだから本当になんかそう幸せになってほしい。今が幸せかどうかは分からない、今も幸せでいてくれたらいいんだけど、これからもねなんかこれから先もね幸せでいてほしいよね。そう、うちが幸せじゃない世界線は間違ってるってサンメクさんと言ってたね。いい日本が近くにいるのはいいことや、いいこと本当に、いやそんな存在が同期でいるってなかなかないよね。そう、うんうん、すごいよね。
みんな幸せでいてほしい。そうだね、みんな幸せでいてほしいけど、そう、うちは特にだよね。そう、あと葵ちゃんとも会えて嬉しかった。今日ね、空き時間ね、なんか人狼して楽しかった。おきちゃんとみちゅとさあやん、あいこじ、のあぴ、ココア、そんな6人ぐらいで、へへ、人狼やってたのがね、すっごいね、楽しかったな。しかもね、なんかリハーサル前にちょっと結構ね、なんかもうメイクとかも済んでたりとかして、ちょっと謎の待機時間があって、そこでやってたんだけど、まあリハーサル行くから途中で終わるじゃないですか。でも途中で終わって、途中で終わってまたみんな何も言わずにまた続きからやるんですよ、帰ってきたら。だから途中で一旦中断なの。中断だから何も喋っちゃいけない、これから先っていう。そう、でもね、私とかは一回いろいろやってくると自分が何て言ってたか思い出せないし、自分が何だったかが思い出せないから、なんかさっきで結局誰が死んだんだっけって、殺されたんだっけってなって、そう、それで私はその時霊媒師だったんだけど、そう、霊媒師だよって言ってたよって言われて、あ、そう、霊媒師なのってそう、続けた。楽しかった。みんなね、みんながね、みんなね、うまい、みんながうまかった。あいこじうまかったの。あいこじ人狼うまいよ。そう、あいこじ、さやん苦手。さやんはね、もう騒がしいもうね、楽しかった。さやん行ってすごい楽しかった。人狼またさやんとやりたいな。そう、あいこじともやりたい。あいこじは強いよでも1期生はね、うちの岩田ひなが強いんですよ、人狼。ひなちゃん人狼強いよ。で、ありちゃんはね、もう全部バレちゃう。ありちゃんが人狼になったらもう一発アウトだから、ありちゃんはね、嘘つけないのよ。そう、なんでも顔に出ちゃうし言っちゃうし。アリちゃんともね、そう一回やったんだけど、めっちゃ楽しかったな。そう、楽しかった。オキちゃんもね、めっちゃわちゃわちゃしてて可愛かった。オキちゃんと人狼するのも楽しいな。そう、途中で自分で、あ、わかったわかった、先生自分の人狼だってやってて、でも私もその時にはもう殺されてるから、あきちゃん頑張れって言ってた。そう、あいちゃんは人狼でしょ、うん、みたいな。いや、あいちゃんは人狼でしょ、うん、うん、違うんけど、うん、みたいな感じになると思う。そう、あと一発目で絶対占い師だと、占い師って言っちゃう、言っちゃうな。あ、占い師だよって。そう、おきちゃん強そうな。まあおきちゃんもそうだね、強いかな。うんうん、そうそう、ココアとはねよくやるかな。うん、やるかな。人狼配信も盛り上がりそう。いや、なんか一回ホテルでやったのよ。
5、6人で、サングラス電車ツアーかな、いや、なんだろう、なんか部屋の隅々にいて、みんながそれぞれ配信して、壁いろんなところにいて、みんなそのまあね、ホテル部屋映しちゃダメだから、みんな壁で配信するじゃん。で、あのそう、みんなが壁にいて、壁という壁に、あれ、なんで、何で泊まってたんだっけ、ホテルでやったのよ。なんだろうな、PR 舞台、ふーちゃんがいた頃か、うん、PR 舞台かな、あ、なんか PR 舞台な気がする。 PR 舞台のさ、定期公演の夜とかじゃない、そうだよね。なんかそう、池袋でさ、あの定期公演やってたんだけど、本当にちょうど公演が無観客でしかできなくって、結局定期公演は定期的に僕は無観客でやったんだよね、池袋まで行って。そうなの、メンバー的に、そうの夜に、なんかみんなで人狼しちゃうって言って、みんなで人狼したの。それはみんな自分の配信をこんな感じ、私も自分のルームでこうやってわーって言ってて、で、なんかあっちにはの壁にはなんか違う子がわーっていてみたいな感じで、そう、多分な 7台あるの。めっちゃ楽しかった、あれ。あ、瀬戸内人狼舞台ってテロップだった。よく覚えてるね、懐かしい。そう、人狼で、メンバーの人狼ってさ、見てるのめっちゃおもろくないね。船でもやったよね、人狼、カードでやったよね、覚えてる？船なくなる時、あ、今半のお弁当食べた、今半のお弁当食べながら人狼したんだよね、超贅沢。ね、公式配信でもあって、そうそう、船なくなる時に、なんかやった、人狼、これはカードで、あ、ワードウルフも好きだな。ワードウルフもね、やってて、私途中参加だったんだけど、最初ワードウルフやってて、そう、ノアピがすごかったという噂。ノアピもね、まあなんかもう慣れてるよ。そう、人道慣れてるって感じ。だった。楽しかったな、みんなの見えてないところでの楽しかったな、それかな。でステージ上が楽しかったな、さ、もう見てもらったら分かる話なんですけど、そう、裏で、あとは私3期生と会うのがめちゃくちゃ久しぶりで、いつぶりなんだろうな、と大阪の握手会ぶりかな。そう、そうなの、何人か話せて、そう、よかったね、ねってね、そう、サイン草さえって言ってもらって嬉しかった、嬉しかった。なんか私あんまりそんな、あかりんとかにしかさ、サインくださいって言われたことないからさ。そう、あかりんに言われるの嬉しいよ。そう、嬉しいし可愛いけど、そう、嬉しいよね、後輩ちゃんにサインくださいって言ってもらうの。みんなでも多分そんな、なんかもうこれが最後になるんじゃないかぐらいのテンションだったから、でもね、確かに次じゃいつ会えるのって言われると分かんないよね、分かんないよね、いつ会えるんだろうね。打ち上げ祭さ、みんなでやりたくない？打ち上げ祭は
あれだよね、全国ツアーのメンバーだもんね。ひたが話せたって喜んでた。そう、なんかそういっぱいなんかあれ、あんなことやこんなこと、あんなことやこんなことを、そう話しました。そういろんな話を。そう、打ち上げ祭は全員かな。あ、研究生もいて。そうそう、研究生が、研究生いないよね、あれ。そう、さきちゃんいないのかな。あれ、なんかメンバー帰った、メンバー出てないの、もしかして。なんか出てた気がする。え、気のせい、気のせいの気のせい、気のせいの気のせい、気のせいオブ気のせい。出てた。あ、打ち上げ今日のブルーライブだよね。あ、ほんと、お、ほんと。やっぱブルーライブだと48人、無理なのかな。あそこに全員は狭いでしょ。そっか、そっか。え、なんかステージには立とうと思ったら立てると思うのよ。あの打ち上げ祭ってあれでしょ、どうせっていうか、あのなんかみんな後ろで座ってた、誰かがやってるの見たりする時間もきっとあるでしょ、去年の時間から言うと。そしたらさ、みんな端っこに座ってたらいいんだよ、きつめてね。あ、花道作ってもろって。確かに今日みたいな感じでね。うんうん、そう。でもね、あのそう、ステージにそんな感じでぎゅうぎゅうに行けたとしても楽屋はねないよ。ただ16人で出た時もないです、楽屋は。そう、外にテント立ててもらって、そう、そこでメイクしたりとか荷物置いたりとか、そうそうしてます。まあでもそれにも限界があるな。今日のメンバーでもテント足りないから、そう、バスで待機だったりとかしたり。うん、そうなの。なんか、え、みんなで人狼やろう。確かに。え、絶対終わんないけどやろう人狼。カオスだけどやろう。どうする、人狼何人にする。5人ぐらいいるよね。人狼5人、占い師3人、霊媒師2人、あとなんか恋人とかあるの。恋人っていうのは、なんか人狼ってさ、何人かいた時自分以外の人狼を 見えるじゃん。私人狼です、そしてこの人も人狼ですってわかるのよ。なんだけど恋人は、私恋人ですって、私の恋人は誰々ですっていうのがわかるから、つまりこの恋人も市民なのよ。そうっていう。あ、レインマンいいね。レインマンは、レインマンがいる限り雨が降るんだけど、レインマンがいなくなると雨が止む、逆だっけ、でもそんな感じ。ただレインマンは市民。そう、あ、なんかパパラッチとかもあるし。そう、なんか占い師に占われたら市民って出るんだけど、実は人狼側のチームで、人狼が勝ったら勝ちみたいな、ややこしい人もいる。そう、課金するとめっちゃあるし、めっちゃややこしいのいっぱいあるから、もうどんどんややこしくなって、多分48人でやったら5人ぐらいは人道のルールマジでわからんずにやってると思う。これ全員わかると楽しいんだよね。あのなんかとか、一人わかんないとかでも楽しいけど、
5人ぐらい分かんないとさすがになんか多分分かんない人が楽しくなくなっちゃうと思うんだ。置いてけぼり感があって、そう1人分かんなかったら1回1回その子に説明したらいいけど。ってことで人狼しよう。人狼しましょう。あ、でもスペイビでも人狼したよね。ファンの人ともやりたいなとか思ったけど、もうやったわ私。ファンの人と人狼やったことある、私ね。この中にも人狼を私とやったことがある人が 5,6 人いると思う。ハーっていうゲームもやったと、あと人狼やった、スペイビでシングルの。うん、そう楽しかったよ。そう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 。でも今日3期生と会えたの嬉しかったな。みんな久々って感じ。私まだ 2,3 回しか会ったことないかも。みんな仲いいよね。みんな仲いいよね。そうだから嬉しい、見てて。誰と話しましたか。いっぱい話したよ。写真もね撮ってるからね、メールとかで送るね。そしたらそう、写真撮ってくださいって来てくれた子は逆に私も撮ってるから。そう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 、まあ、でもみんなと話したかったけどちょっとね時間がなくって、そう話せなかった子もいっぱいいるんだよね。そう私が合間で人狼しちゃってたから多分話しかけられなかったんだと思う。あのそう空き時間になんか多分人狼してたから。そうなの、なんかもし話したいなとか思ってくれたりとか、なんか写真撮りたいなって思ってくれてたとしても、そうなんか絶対話しかけられなかったんだと思う。だからそう終わってからなんかそう写真撮ったりとかお話したりとかそうしたんだけど、終わりだからちょっともうね時間も時間でって感じで、そう申し訳ない、めちゃくちゃ人狼楽しんじゃってた。邪魔しちゃいけないし、いや、うん、いや、そう、沖さんとかいるし、沖さん沖さん、ね、そうマイカーのリーダーいるし、そう沖さんなんか沖さんか、見た目が見た目で できてるよね。ね、みんな可愛いよね。トキちゃんリーダーだもんね。そう私もちゃんとなんかココアの寝顔を撮って、ココア、まあ、寝てるじゃん。だからちゃんと沖さんにマイカーの LINE にこれ載せていいですかって確認して、そうマイカーの LINE に、そうでののちゃんだったの、ゆる公演が。だからそうののちゃんが寝てますって言ったら、そうなんで勝手に乗せるんやって言ってたから、あのリーダーに確認取っ
だったんですよ。沖さんこれ載せていいですかってちゃんと許可取ってるからって、なんで本人に確認取らんのやって言ってた。起きてすぐすぐ言ってた。大きさの許可が取れたから LINE しました。でもね、あのね、マイカーの LINE にね送るとね 100% 反応してくれるね、クズウリコっていう子がいるんですよ。だからもうみんなマジしょうもないものとかでもなんかめっちゃ送ってて、めっちゃ動いてる。グループ LINE、グループ LINE ってさ、なんかみんな返信くれなかった時ってちょっとさ、あ、ちょっとこれなんかうざかったかなとか、いやなんかそう、なんかごめんねってなるじゃん。そうなのだけど、そう、もう何も考えずになんか送っても絶対そうリコチが絶対反応してくれるんですよ。そう、逆になんかリコチしか反応してないってこともあったりするんだけど、でもそうみんなが反応してめちゃくちゃ通知がえらいことになってることもしばしばあるんだけど、そう、そんな感じで、だからなんかココアが出てるとかももう普通に、あとココアがサングラスデイズのなんか持つやつを、おもちゃを持ってイエイとかやってる写真4枚とか、そうリハの合間とかにそう来てたりする。そんな感じで、あと今どこ行ってるよとか、かき氷食べてるよとか来るの可愛くない？うちのマイカ可愛いんですよ。みんな、あ、広島でマイカ見れるかなね、やりたいね。あとはなんかマイカみんなでどっか行きたいし、なんかやりたいよねね。でもきっとなんかプライベートでやろうとするとみんなそれぞれレギュラーがあったりとかあのそうみんな何かしらどっかに行ってたりとか、結構その職種がバラバラっていうかさ、そう、あ、マイカ可愛すぎてニコニコしちゃうね。そうそう、なんかみんなさ、そうなんか結構いろんな分野で活躍してるじゃん、みんながみんな。だからきっとプライベートで集まろうとすると、あの結局無理なんだよね。だからもうそう、フォノタのやつみたいに、そうそう、なんかもう公式でスケジュール取ってもらって、もうそれをそう配信とかにしちゃえばもうそれは仕事ってことになってスケジュール押さえてもらえるから、そうそう、フォノタの時みたいな配信でもいいし、ふーちゃんの時みたいなセトチャレ様がさのおかげでさ、みんなでバーベキューしたりグランピングしたりさしたんだよ、ふーちゃん卒業の時って。そう、マイカ MC だから、そう、なんかそんな感じでみんなでなんかできたらいいね。私ね、いろんな心残りがある。心残りっていうとなんかそんな大したことないっていうか、いろんな、なんかそう、いつまでにこれをやりたいなみたいなのがあって、その一つにイモースで私シーカヤック渡りきれなかったんですよ。そう、それをやりたいんですよね。よろしくお願いします。あゆみんね、あゆみんかほたるあそこのカヤック本当に面白いし可愛かったな。そう、一番最初の方、そう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 、一
一番最初の方です。よろしくお願いします。ただ多分一日じゃ渡りきれないので、なんか講習とか受けてしっかり、あと天気がいい時にやりたいです。はい、ということで漢字を読みます。ね、あれ結局天候悪くて、もうそれもあって無理だったんだよね。13位三毛猫ファミリーさん、ありがとうございます。12位ナットさん、ありがとうございます。11位ステラサシコ24さん、ありがとうございます。10位ひろかずさん、指にガチ恋中、髪型もサックスも良かったよ、ありがとうございます。9位エビさん、ありがとうございます。8位おっくんさん、ありがとうございます。7位かぞきさん、ありがとうございます。6位ヒーラさん、ユミのサックス演奏かっこよくて最高やった、ありがとうございます。6位て、あ、5位テリーピーさん、ありがとうございます。4位イソケンさん、ありがとうございます。3位ゴーゼムさん、ありがとうございます。タワモン、ありがとうございました。2位コーラさん、4年ぶりのユミリンコール思いっきりやりました、おありがとう。そっか、コロナ禍だったもんね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。そして1位は西宮のヨネさん、ありがとうございます。ダブルタワー、ありがとうございました。ありがとう、本当に楽しかったな今日。カラーズありがとうございます。そして明日ティフです。ティフ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 2日連続の方よろしくお願いします。移動とかもあると思うので今日もしっかり寝てほしいのと、あと明日チフ来る方お外のステージなので必ず水分を思ったより持ってきてください。はい、よろしくお願いします。持ってきてください。買ってもいいし、もちろん買ってもいいんですけど、その持っててください。そう、すごい暑いので、暑いしお外なので、はい、しっかりそのもう万全に、もう体調面心配しないでステージ見られるぐらいにそうしてくださいね。そうそう、体調悪くてね、ステージはせっかく行ったのにあんまり集中できなかったってなってほしくないので、はい、しっかり、あとは睡眠も大切なので、ごめんね、12時まで配信して申し訳ないんですけど、もうこの後すぐ寝てください。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。